なんなん。何？お前そんな格好で外から来たの？うん。その T シャツ着てきたのか。そりゃそうだよ。やっぱりたこ焼き屋がスポンサーやと着とかなあかんか。うん。ところでその隣で同じたこ焼きの T シャツ着てるやつ誰？あの結婚したので、あの旦那ですね。え、お前結婚したの？うん。そういえばなんか手になんかついてるね。それ何？あ！やばいよ。はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思います。まずはいつものようにこれから。はい、今日の1本目はこれ、札幌黒ラベルですね。札幌黒ラベルです。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。発酵魂ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。はい、なんかこぼれかけやね。まあいいでしょう。人は乾杯の数だけ幸せがやってきます。ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。うまい。ところで君誰？君や。その黒潮丸 T シャツを着てる君や。あ、俺どっかで見たぞ。どっかで見たっていうか今まで何回も実は出てきてるね。手だけで。この正月はなんかカメラマンもやってたね。そんな感じの。ひょっとしたらいわっきーか。そうです。はい、これがいわっきー。なんかパンマンと結婚したの？結婚しました。あ、もうみんな同じやつついてるね。ところで婚姻届ってどうしたの？提出しました。え、証人とかいると思うけどどうしたの？はい、幼稚園さんにいただきました。お、そういえばなんかサインくれってなんかファンのやつになんか正月頼まれたような気がするけど、あれがそうやったんや。バレたんすね。そうなんですよ。はい、じゃあしゃあないね。ということでいわきもこれから巡礼だよね。よろしくお願いします。そんな感じで、はい、では改めましていわきとパンマンの結婚の乾杯しようか。おめでとう。乾杯。そういえば1月6日やったっけ。はい、そうです。そうか、もう1ヶ月ぐらいになるね。そうっすよね。はい、そんな感じ。そんな感じです。はい、そして今日の料理を紹介させていただきます。これはパンマンとイワッキーのご要望で買ってまいりましたお刺身ですね。お刺身の6種盛り。まあ家で柵で買ってきたやつを切ったんやけどね。そしてこれが愛媛県松山のじゃこ天、まあ宇和島のじゃこ天やね。そしてこの辺がサラダ類。そして太巻きカラフルセット。まあこんな感じで今日は食べていきますよ。あ、ちなみにね、このじゃこ天は屋台横丁で後で焼いて食べます。はい、ではまずはこの本マグロの中トロからいただこう。やっぱり中トロ美味しそうやね。醤油につけてわさびをのせていただきますよ。
はい。やっぱり中トロは口の中でとろけるね。ビールに合う。はい、ではイワッキーも中トロ食べるよ。食べるよ。はい。どう？めっちゃ濃厚で美味しいっす。ビールに合うかな？ビールに合う。そんな感じです。はい。では、タイの刺身もいただきますよ。これは愛媛県産かな？ようわからんけど。はい。タイは食感がいいね。間違い、Nothing。アンマンはやっぱりベジファースト。そりゃそうですよ。アンマンはサラダから食べます。どう？そのサラダ美味しい？うん。まあ普通やろうね。普通にスーパーで売ってるやつやからね。今日はスーパー万代さんですよ。美味しいね。うん、一応ね、名人から万代池って指名されたんでね。なんか刺身が安かったらしいよ。なるほどな。そんな感じです。で、はい。ではマグロの赤身も食べてみようかな。これどっちかっていうと赤身の方が好きやからね、マグロは。はい。やっぱりね、赤身はね、香りがいいよね。ビールが進むくん。そして一本目終了。そんな感じです。はい、二本目は道後ビールです。これ名人がこの間実家に帰った時のお土産に買ってきてくれましたよ。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡多めやね。まあいいでしょう。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目道後ビールで乾杯。うん、結構うまいよ。そんな感じ。はい、バンマンがブリを食べます。このブリ美味しそうだね。早く食べて。どう？うん、綺麗な感じのブリやから、うん、うまいでしょ。弾力がすごいよ。うん、うん、ビールに合うの？うん、ビールに合うね。そんな感じ？そんな感じです。はい、では次は俺はこのオーロラサーモンいただこうかな。やっぱりサーモンはうまいからね、とろけるよ。はい、いただきます。はい、道後ビールに合う。
はい、ではイワッキーがこのヒラメの刺身食べるよ。通常ヒラメの刺身は薄切りでやるんやけど、名人ね、太っ腹やから厚切りにしてくれたよ。はい、食べてみて。いただきます。どう？うん、食感がめっちゃ良くて美味しい。食べたことないで。で、そのビールが何ビール？このビールは黒ラベルの限定醸造です。それって黒ラベルのエクストラドラフトっていうやつちゃうかな。ですね。うん。それどうしたか知ってる？いや、知らん。それはスポンサーの黒潮丸さんからご提供いただきましたよ。え、はい。ありがとうございます。はい。きっと美味しいよ。さっきの刺身と合うと思うねんけど、一応確認してみて。めっちゃ合います。美味しいです。本当？はい。そんな感じ？です。はい。では宇和島のじゃこ天焼いていこう。はい。2種類のじゃこ天焼いてますよ。もちろん焼いてくれてるのは今日も出ました屋台横丁さん。お願いしますね。じゃこ天焼けるのちょっと時間かかるからね。ところで猿吉くん、今日はどうしたの？なんか何も持ってないみたいやけど、どうしたの？はい、猿吉です。ゆうちんさん、今日ね、そこのおばはん、今日はいつもと違う、あっちに座ってるあのおばはんがね、なんか夕方帰ってきた時に、猿ちゃん、今日みんなでパンマン結婚したからごちそう食べるんやって、猿ちゃんも苦いビール飲みたいね、おばはん頼むよって言ったら、いきなりボーンって右ストレート、そしてそっからバンバン往復ウィンター、そしてまさかの16本キック。もうそれでね、おばはん何するんですかって言ったら、猿、私はね、今日ちょっと疲れてるの。だから本当はね、今日何にもしたくなかったんやけど、なんか帰ってくるなり、幼稚園さんがね、刺身切れってなんか言うの。で、カチンと来たけど、まあ、岩木もおるから、仕方なく刺身切らしてもらったけど、ちょっと、お前に八つ当たりせなあかん。そういうことやで。猿の役目は、私の八つ当たりの相手や。わかったか？だから今日はお前、休館日や。わかったな？って言うんですよ。あのおばはん。自分だけほろ酔い。また飲んで、今日で3日連続ほろ酔い飲んでますからね。あのおばはん、ビッビルーは。ほんと顔真っ赤にして飲んでますなあ、いわき、いわき、いわき、この間も言ったけど、お前は俺の弟子やからね。なんか文句あんのか？だから猿ちゃんの弟子、準レギュラーとしての心構え教えたる。俺は一応レギュラーやからね。おい、チビ、そこのチビ、チビも準レギュラー、うるさいよ、イワキも準レギュラー、レギュラーは俺だけやで、それだけ言っとくで。うるさい、マウント取ってくんな、まあ、そうやけど、今日は一人だけビール飲ましてもらえないサルちゃんです。以上。はい、そしてこれがお餅みたいに膨れ上がったじゃこ天。めっちゃ美味しそうやね。これ早速いただくよ。こ
これね、醤油とわさびで食べるとうまいからね。はい、これでいただきます。はい、うん、うん、愛媛のじゃこ天を食べて愛媛の道後ビールを飲む、最高やね。はい、ファンマンもじゃこ天食べます。あ、どう、熱々うまい？うん、うまい。めっちゃ熱いよね。うん、熱いけどうまいよね、うん、そしてビールに合うかな。熱いじゃこ天を冷たいビールで流し込む、最高。そんな感じです。そしてそろそろエンディング行こうか。そうだね、もう長なってきたからね、うん、はいはい、というわけで今日も長なってきたんでさっさと終わるよ。いいかな、パンマン。いいよ。いわきには聞けへん。まあそんな感じで今日も見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念。また次回も見てね。やらっけー。ちょっと練習必要やね、いわきくん。そんな感じです。です。